ザカルトは、イギリスのハードロックバンド。1983年に、ウェストヨークシャーのブラッドフォードにて結成された。メンバーは、比較的流動的であり、デビュー時から現在まで在籍するのは、ボーカルのイアン・アストベリーとギタリストのビリーダ・ダフィーの2名、のみである。1981年に前身である、ポストパンク、ゴシックロックバンド、サザン・デスカルトが結成され、 シングルとコンピレーションアルバムを1枚ずつリリースした後、1983年にメンバーを入れ替え、バンド名をザカルトに変更。翌1984年にファーストアルバム、ドリームタイムをリリース。1985年に、バンドはロンドンに拠点を移し、セカンドアルバム、ラブをリリースし、 全英4位を記録しバンドは注目を集めた。1987年にリリースされたサードアルバムエレクトリックはリック・ルービンがプロデュースを担当し、それまでのポストパンク、ゴス的なサウンドを HR、HM よりに変え、前作と同じく全英4位を記録し、プレスからも高い評価を得た。1989年リリースの4枚目のアルバム、 ソニックテンプルはバンド最高の前衛3位に達した。それまで高い人気を維持したバンドだったが、1990年代に入るとメンバーのアルコール問題などによりバンド間の関係が悪化してゆく。1991年に5枚目のアルバムセレモニーを発表し、1994年に6枚目のセルフタイトルアルバムザカルトをリリースした翌1995年に、 バンドは解散するが、4年後の1999年に、バンドは再結成し2001年に7枚目のアルバム、Beyond Good and Evil をリリースした。2002年に、バンドは再び休止期間に入るが、2005年に再始動し2007年に8枚目のアルバム、Born into This を発表。2009年7月に、アストベリーは、カルトはこれ以上アルバムを発表せず、EP や、 デジタルリリースのみに宣伝すると宣言するが、ほどなく、全言を撤回し2011年にニューアルバムの制作を開始。翌2012年に9枚目のアルバム、Choice of Weapon をリリースした。バンドは、現在10枚目のアルバムを制作中であり、2015年にリリース。サンディエゴにて9月25日東京中野サンプラザ9月26日、東京中野サンプラザ ありがとうございます。